はいどうも水溜りボンドですお願いしますね、毎日頑張っていきましょうということでね、はい、ディズニーランドいるんですけど、はい、いろいろ都市伝説を今日検証しようと思うんですけど、あもうミラクルがいっぱい起きてて、はい、こちら一つ目もう繋がってたんですけど、ちぎられるってミラクルもサプライズチケットって言って、うん、さっき僕がファストパスをやったら、うん、奇跡的に2連釣りで出てきて、うんうんうん、ファストパス1枚多く出てきちゃいましたねって言った瞬間に、うん、豹変して、うん、なりました。ちょっとこれマジですごいやつですねこれネットで調べたら600回ぐらい来てる人が、うん、そのうち3枚ぐらい3枚だからもうすごい数600回来てさ、うん、1枚じゃないじゃんファストパス使うの。だからこう都市伝説と言われていたもの、あるのかないのかよくわかんないって言われてみたいなやつが、じゃあぜひ、うん、皆さんもね、まあ、これ2連釣りになってきたらこれ絶対そうなんです。そうですなんか言ってんすよここからこれめっちゃうまいな。19m のこの 19m の巨木の上からめっちゃうまい。これめっちゃうまいっす。めっちゃうまそうの上から葛西臨海公園とか観覧車が見えるんですよ。すごい。いやもう車通ってんの見える。でもほぼ完璧な、ただここだけっていうのがすごいよね。すごいよ、ここのみなんだから。まあいろんな都市伝説を検証してみました今日は。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。で、なんで来てるんですか。